右大将殿、何度も言いますが私は反対です。我が隊に人間を随行させるなど。飯炊きと荷物持ちくらいにはなるだろう。邪魔になったらその辺に放り出しゃいい。俺たちの責任じゃねえ。右大将殿がそうおっしゃるのであれば。俺は野原城のことが心配でたまらねえんだ。さっさと仕事を終えて戻れるなら、妖精だろうと人間だろうと使えるものは何でも使うぜ。心配？俺がマレノア様を？心配なのは姫じゃねえ。野原城自体と俺の命だよ。俺の不在中、姫の癇癪で城が全壊してた。なんてことは避けたいからな。え？茨の国を治めているドラコニア一族は、夜の眷属の頂点と謳われるドラゴンの末裔だ。お前らの国のお姫様は、皆で守るべき麗しのお方かもしれねえが、うちの姫は、俺たちが束になってかかっても歯が立たないほど強い。その上おてんばで喧嘩っ早くて、わがままで癇癪持ちで、さらにとんでもない性悪ときた。マレノア様はまさに茨の国最強の姫ってわけだ。もたもたしてたら脳天に雷を落とされるか、口から吹く炎で丸焼きにされる。言っとくが冗談じゃねえぞ。マジでやるんだ、あのお姫様。右大将殿、お言葉が過ぎます。そいつは失礼。これでもだいぶ真綿に包んだつもりだったんだが、大体な、こっちは物心ついて以来300年もあのお姫様に振り回されてるんだぜ。マレノア様が城の中でおとなしく白竜に乗った王子様を待っているような姫なら、俺はこれほど苦労しなくて済んだろうよ。右大将殿、ま、あと 2,3 年は野原城でおとなしくしていてくれそうなことだけが救いだな。さすがの姫も大事な卵が帰るまでは無茶しねえだろ。卵？なんだ、急に大声出しやがって。マレノア姫にはすでにお世継ぎが。卵様は今どこに？ご両親と共に野原城にいらっしゃるのですか？貴様ら、なぜお世継ぎの卵がどこにあるかなど気にする。怪しい。よもや卵を狙っているのではあるまいな。ありえません。我々はそのお世継ぎが誕生されていたことさえ知らなかったので。卵のありかなんか、この国じゃその辺を歩いてるガキだって知ってるだろ。ドラゴンの卵は親から愛情と魔力を注がれなければ帰らない。その上この国で一番安全な場所といえばマレノア様の腕の中以外ね。知ったところでどうもできやしねえよ。しかし龍眼光の件もございます。よそ者は信用なりません。用心するに越したことはない。龍眼光レバーか。あいつが無事に戻ってきてりゃ俺たちが東の砦で組んだりまでお使いに行くこともなかったんだけどな。あの夫婦は子供の頃から俺に余計な仕事ばっかり増やしやがる。それは、はあ、ソラが知らんできやがった。俺はそろそろ寝るぜ。火は絶やすなよ。この辺りは銀の袋だけでなく、獰猛な魔獣も出るからな。お前らもさっさと寝ろ。正午には東へ向けて立つ。は。ゆっくりお休みください。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。おい人間ども。右大将殿はああおっしゃったが、私は貴様らを全く信用してはいないからな。妙な動きを見せたら即刻この魔石器で成敗してやる。よく覚えておけ。天幕は空いているものを探して勝手に使え。他の隊員の休息を邪魔するんじゃないぞ。聞いたか、セベク。聞いたとも。若様がすでにお生まれになっているとは。一目でいいから拝見したい。若様の玉のようなお姿を。玉のような姿っていうか卵の姿なんだぞ。
おかしい。